最初はグーじゃんけんグッチおすもぐチャンネルのグッチです。それではですね、恒例の稽古会を昨日やったんですけど、10月20日ですね。で、前回動画すり足動画出したんですけど、この前試合があって、稽古参加したいっていう若い方男性の方が出て、稽古参加される方が少しずつ増えてまいりました。なのでちょっとこの日のすり足の稽古の動画をちょっと見て、振り返りでいろいろちょっと研究して解説入れながら、今日はね、あの相撲講座の鉄砲バージョンです。鉄砲講座ちょっと解説小入れしてやりたいと思います。それではまずすり足ですね。ゆっくりのすり足はちょっと省いているんです。早いすり足からやってます。今日も我らがハル君稽古を来ました。来たり来なかったりですが、心迷いがあるのか今日は参加してくれておりましたね。でまーちゃんさんも稽古参加してくれております。吉安兄弟子ですね、カメラ目線まあこの速いすり足のポイントは、最初に腰の重心決めてから腰の重心上げずにそのまま足を運ぶ。その時に足のスタンスがスピードを上げると縮まる人が多いので、そうすると実践になった時にバランスを崩しやすいので、最初の仕切りの時のスタンス、腰の重心の高さを変えずに足をしっかり吸って砂を運ぶようにね、やるのがポイントになります。なかなか速いすり足になると上体起きたり足スタンスが狭まったりするので注意ポイントです。それを説明してますね今。これなかなかね、意識すると、スピードを意識すると、重心の高さ自然に浮いてくるので、重心の低さを保てる筋力をつけるべきですね。だからこれはやっぱりね、基本っていうのはやっぱり回数重ねる中でも、ただがむしゃらにやるんでなくて、正しい動きをより早くより早くを意識して、体のを相撲に適応させていくという感じです。意識の持ち方で同じ回数やっても全然効果が違ってくるんで、結構忘れがちなのが顎を引くこと。まずスタンスを決めて、腰の重心を高く決めて、仕切って手をついて体重を乗せる。体重の乗せ方でもスピード、踏み込みの威力でね、使える筋肉とかも変わってくるんで、そこも意識しながら、個人的にね、自分で意識していくしか、このアドバイスした時だけやってもなかなか身にならないので、こう意識をしっかり持って集中して、一番最善のその人の相撲をやるっていうのはあったやつを大事です。そう、新しく参加していただいております中田さんですね。すごい体も柔らかくて、バネもあって柔らかい。そこの柔らかい人の陥りがちなのが、やっぱりこう重心が落ちすぎて、そこからあと筋肉の力が入りづらい、お尻の力が入りづらくてスピードが出づらいっていうのもあるので、重心の高さ注意ですね。中さん、ちょ微妙にこう足幅がスタンスが狭くなるので、そこを結構説明しました。結構見直して、この動画見直してもらって修正してください。そして体重、横の移動ですね。相手が横に動いた時の対応法、これもスタンスがね、反復横跳びになる人が多いので、最短で1で相手の動いた方向に腰をぶつける感覚、膝を突きつける感覚、1で最短で相手にね、動きに反応して突きつけると。はい、我らがハル君、最近ね、なんか稽古中もちょっと顔が表情が浮かないというか、相撲が今こう迷いで面白いっていう感覚がないのかなっていうちょっと心配状態ですが、稽古に来るっていうことはね、やっぱりそれなりに思うことがあって来てると思うので、あまり突っ込みすぎずね、こう待つっていうものが大事だなと思うんで、気づきはやっぱり人に言われたことをその通りにただやるんじゃなくて、自分でなんでかなっていうのを気づいて考える、そして自分の中で修正していくとか、いろいろ考えていくことも大事なんで、
まあ、この動画見るか見ないかは分かりませんが、見ていただいて、いろいろ考えて頭整理して、どんどん、もう中学2年生だからね、ちょっといろいろ考えることも多いと思いますが、グッチ道場はいつでもお待ちしております。中さん柔らかいですね。来年ね、男の男性メンバー、女性メンバーも揃えて、子供メンバーもね増えるように私ちょっと頑張っていくんで、団体戦出場してですね、各部門で団体出場して、それを目標にして、少しずつね、こう相撲を楽しく、こう楽しんでもらって、いつか団体優勝したいですね。いつかって言ってたらなかなか難しいから、こう期間を決めてね、試合に挑んでいきたいなと思っております。これはちょっと足のスタンスを説明しております。足の戻しがね、まず鉄砲を入れます。戻しすぎるとなかなかスピード出ません。体重のかけ方って結構難しい。これからそうです、鉄砲講座、体重のかけ方の練習からスタートです。肩の使い方と肘の使い方説明してます。ていうか順番にいきます。声入れしてる時に、まずちょっと足距離を取って、その喋ってることが聞こえないから声が被る可能性がありますね。結構アップとかで取ってもらってもいいですか。まずこれはね、体重のかけ方を説明してます。下すぎても、手が上すぎない、下すぎない、肩からで片方ずつまっすぐ、それしっかり体を預けて突き放す、この感覚ね、体重を預ける感覚と突き放す感覚、肩を入れる。相撲は肩の使い方、肘の使い方めちゃくちゃ大事なんで、これの使い方を掴んでいくと。我らがハル君、鉄砲です。最近来たり来なかったりで、最近ちょっと魂が抜けたような感じになってるからか、結構忘れてるところもあったけど、久しぶりにこういう講座風に、講座のようにやると、思い出してね、すぐ取り戻せるからいいなと思いますね。表情が心配、中田さんです。柔軟性がすごい高い選手なんで、筋力ついてスピードつけてる、なんかこう炎鵬関みたいな相撲を目指してやっていただいて、自分の動きチェックのできる出てほしいですね。スタート、肩を入れる、しっかり体、YouTube 初期から稽古を書いて突き放すくださっております。突き放す、最近またどんどんね、毎週来ていますね。突き放す、だいぶやっぱりコツコツと稽古を積み重ねる方なんで、だいぶねやっぱり上手くなって掴んでいってますね。これ全員ね、今日来てるメンバーさん、吉安兄弟子です。吉安兄弟子です。同じ力士時代、同じ一門で、後から声入れしますけど、安治川部屋の出身でございます。この動きは結構喉輪の動き意識してる感じの突き放しやってます。これは喉輪を意識した突き放し、まあ元力士の方だから、こういろんなイメージがあると思うんで。それではね、次、まあ、やり方はね、足の動作が守ってればいろんな独自のね、オリジナリティを出してもいいと思うんで、どんどんやっぱり稽古の時に四股鉄砲すり足、これしっかり積むことですね。右手右足同時に出すのって結構ね、稽古を積み重ねて日頃やってないとすぐ忘れるんで、日頃の普段の生活は体を交差して使うことが多いので、独特ですね。右手右足を同時に出すっていうのは、体をテコに使う練習になるんで、支点とか力点とかね、こうそういう作用点とかいろいろ力学的にありますが、それを自分の体を使ってそれを再現するのが相撲。そうです、連動、体の連動とですね、テコの原理を使う、それに力プラススピード瞬発力を高めていくことで相撲が強くなるんで、それでやる、できるだけでもね、相当強くなるんで、どんだけウエットトレーニングつけて筋力つけても、うまいこと体を使いこなせないとバラバラになるから、鉄砲必ず必須ですね。皆様のこの動画を見てどんどん真似してね、身につけてください。それで相撲を見るだけで、なかなかこうやったことない人でもね、
こういう相撲の基本とか技をね、講座を見ていただいて真似していただくと、相撲の見るなんていうか知見というか、奥深く相撲を見ることができると思うので、自分こう体で体験してどんどんやってほしいですね。相撲実際に取ると危険もあるので、こういうふうに基本を、基本動作、基本トレーニング、相撲のね基本とかを体験して、こう体験だけでもね、相撲トレーニングだけでもいいので、グッチ道場はぜひともね募集しております。体験しに来てください。ハルくん説明した手と足を引くのこういうやる人が多いよって言ったら、それで印象残ってたのか、実際にちゃんと今までできてたのにその動作をやってしまうという、戻った、思い出したのか。身長がどんどん伸びててね、めちゃめちゃ手足長いんで、突き押し相撲をどんどん稽古したら体重増えたら強くなるんでね、今迷いの時かもしれないけど、続けること意味があるんで、いつか化ける時もね、一生懸命やってたらあるんで、こう頭の中で多分ね、頭の中で今まで続けてきたからもったいないっていうのがあるから、まあなかなか結果出ないと正しくなくなったりすることもある年代ですが、続けたら、あ、やっててよかったっていうのが、怪我しなければ絶対にあるんで、コツコツと来てほしいな。センス、運動神経は悪くないからね、好きになって、好きになれって言っても好きになれるもんではなかなかねないんで、そこはあれですがね、続けることで面白さを見出してほしいですね。背中丸まって中田さんです。ついて付き合う、大学時代にね相撲をやってた方なので、こういう右手右足の動作うまいですね。しかも相撲が大好きですから、やはり頭の中でイメージができてるんですね。力がついたらすごい一気にね、来年楽しみです。この動画見てね、また足浮かすバージョンで行ってみますか。コツコツと積んで、最初から浮かす、まずいですね。それで体重の乗せを掴んで、まあちゃんと、そう、足つかずに、でこうやって足をね浮かすバージョンを今までやってなくって、腰落として、みんなこういざとちゃんとした鉄砲をやると、膝曲げたまま足に体重が乗って、手にしっかり、体重が乗らず、トレーニングになかなか乗らなかったりするので、教える、足を浮かすバージョンの鉄砲を最近やってます。そう、足、それはね、体重乗せる、埼玉栄とか、動画見たことあるんですけど、足するバージョン、結構そういうのやってる感じで、しっかり体重を乗せることを意識もした鉄砲を結構教えてたんで、そう、あ、でも体重乗るようになりましたね、やっぱり伝えるのにいいなと思って、そう、しっかり乗せて突き放す、乗せて突き放す、そう、右手、そう、もっと体重かける、左手、左足、うまい、この感覚だいぶ上手くなってますね。最初こうバラバラだったのに、でも手と足同時に出るようになりました、ね、右手右足同時に出るようになってきて、やっぱコツコツと続けるのが上手くなるなって思っておりますね。よしやすさんです。よしやす兄弟子です。鉄砲ってすごい個性が出るから、ね、結構ね、面白いですよね。すぐ四股踏んだら、まあ、一番はやっぱりこの右手右足、左手左足の鉄砲は各自に結構ね感覚をつかむ、やる人はやる、やらない人はやらない、まあ、体をテコに使う練習なんで、プロの力士全員が鉄砲上手いこともなくて、これが上手いと落ち手にもつながります。鉄砲を結構外してしまってる若い衆が結構多いんで、自分と向き合うのにもね、鉄砲はめちゃくちゃいいんで、ぜひともアマチュア選手グッチ道場ではこうやって2人1組でおつけの練習とかもやります。で、グッチ道場ではですね、各練習技術をおつけするときは必ず頭をつけます。次回は頭を支点にして相手の腰の動画回しを遠ざけないといけないので、お楽しみにしてください。頭を支点、体を起きたままおつけても体が起きた状態になるので、受ける方をね、刺していく方とうまくおつけで守って攻める、それで攻めに転じる、おつけたいと起こす、腰の使い方、手が先に絞りに行って、状態だけでおつけてる状態になって、やっております。ぜひ体験に、ね、来てほしいです。手はもう本当に来週相手の肘の位置、差し手を遠ざけて、ロック。こういうふうにロックしたら、あとは腰を突きつける。各稽古会、毎週何かテーマ決めて出していきますので。で、もうちょっと、実際に動画で楽しむと、学ぶと共に、ぜひ体験に来てください。後ろに追い詰められてる状態、もうちょっと
土俵の真ん中に出稽古も歓迎しております。土俵の真ん中から行きます。どんどん人数増えてきて盛り上げていくように頑張ります。ホッシー君ですね。今日もアイスとか食べたいがために来たところもありますが、こうやってね相撲にちょっとずつ慣れて親しんでいく、それだけでもいいんです。4歳です。黙想して今日の稽古を締めます。みんな黙想してるうちにさーって抜けてるのかわいい。さーって抜けて気を沈めていろいろ振り返りながらチリで締めます。今日の稽古終わります。よっしゃ、よっしゃ。今日は結構稽古で動画撮ったんで、解説で動画で、はい、申し合いもしたのでその動画もね来週出します。次回出します。はい、ホクさん、ホッシー君、今日稽古どうでした？いいです。感想聞いてます。最高だった。最初と最初はやらなくて、最後の四股踏んで虫歯は3番取ってやっただけだけど、今週疲れた治療に行きます。え、今日それでアイスゲットしたの？初めて今日生回ししましたね。アイスと何食べます？うどんも食べる？つけたいって自分から言ったの。うどん天ぷらも食べるか。終わりの仕事、自分とね3番取ってただけだけど、天ぷら入れる、天ぷら入れる、お寿司食べなくていい、上がります。それではグッチャンネルをよろしくお願いします。稽古会来てください。どうも、今日あれだね、初めて生回しつけたね、うん、お尻見えないようにちょっと巻かないとな。うん、よし、それでは土俵、いい土俵だからどんどん使っていきます。ぜひとも整えてください。終わります。